はい、皆さんどうもこんにちは、広島カットレーガーです。今日の広島カットレーガーは毎日ハイボールシリーズ。毎日ハイボールシリーズとは、これまで広島カットレーガーで紹介してきたウイスキーを8月だけですがハイボールにして飲んで再度ご紹介するシリーズです。今日の毎日ハイボールで飲むウイスキーはこちら、じゃん、ブラックニッカアロマティック。こちらはですね、ニッカウイスキーさんが作るブレンデッドウイスキーとなっています。ブラックニッカアロマティックは2017年11月にニッカウイスキーより数量限定発売されたブレンデッドウイスキーです。未燃焼のモルト原酒とカフェモルトをキーモルトにカフェグレーンをブレンド、贅沢なブレンドを施された限定のブラックニッカです。今回のブラックニッカアロマティックはブラックニッカの限定シリーズで、2016年から展開されているシリーズとなっています。今のところで確か5種類出ていますね。2016年11月にブレンダーズスピリッツ、2017年5月にクロスオーバー、2017年11月にアロマティック、2018年9月にエクストラスイート、2019年5月にナイトクルーズ、こちらの、ね、5種類が発売されています。今回ご紹介するアロマティックはですね、2017年11月に発売されたブラックニッカ限定シリーズの第3弾となるボトルになっています。こちらはですね、宮城郷の原酒が主に使われているので、私がね、非常に好きな味わいなんですね。こちらはですね、2017年の発売当初に山形県の、ね、ヨークベニマルさんというスーパーで購入させていただきました。価格は2000円、容量は 700ml、 アルコール度数は40度となっています。早速ね、ハイボールでいただきたいと思います。はい、ではね、早速いただきたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。すごいね、やっぱり香りはすごいフルーティーで、結構ね、柑橘系の香りもあり、あとね、こう宮城郷とかカフェグレーン感もね、やっぱりすごく感じる香りですね。バニラ感もね、結構あるかな。味わいとしてはですね、程よい甘さのチョコレート感と程よいビターさもあって、きちんとね、ウイスキーらしい麦芽感もあるんですよ。すごくね、ニッカらしい味わいです。これは本当美味しいですね。なんかね、食中酒とかっていうよりは食後にちょっとチョコレートなんかね、つまみながら味わいたくなるよね。ちょっとリッチ系の味わいですね。そしてですね、ニッカウイスキーさんといえばね、こちら2021年9月28日に発売予定の余市ノンピーテッドとね、宮城郷ピーテッド、こちらがですね、各1万本限定で今年のね、9月28日に発売される予定です。このね、カタログ、ちょっとね、ある方からいただいたんですがね、これいいでしょう。いろいろね、この余市と宮城郷の情報が少し載っているんですが、これね、すごい情報が一つあって、この裏面見るとここにね、書いてある、わかりますかね。今年のね、2021年9月に発売されるこの余市宮城郷の他に、来年再来年、2022年2023年に発売される何かね、特別なボトルもあるみたいですね。こうやってハテナマークが書いてあるということはね、これも楽しみですよね。ちなみにね、今回のこの余市と宮城郷、価格はですね、こちらに書いてあるんですが、2万円ですね、1本ね。結構いいお値段ですよね。そしてこのね、ディスカバリーシリーズっていうのは、2024年にニッカウイスキーさんが創業90周年を迎えるということで、新たなね、ニッカウイスキーの魅力を発信する名目で作られたシリーズのようですね。2024年のね、ニッカウイスキーさん創業90周年の際にはね、どんなボトルが発売されるのか本当に楽しみですね。サントリーの山崎55年みたいな感じで、余市50年とかも可能性としてはね、あるんじゃないかなと思いますけどね。とにかくね、どんなウイスキーだとしても楽しみです。まあでもね、正直言うと、こちらのね、宮城郷余市も含めて手に入れるのはね、相当困難な上に、この辺も2万円でしょ。
で90周年の限定ボトル、例えば余市50年が出たとしても、まあ、一般庶民が買える価格ではないと思うので手に入れることはね、まあ、諦め半分で楽しみにはしているんですが、まあ、どんなウイスキーが出るかだけで、ね、まずは楽しみですね。まあ、このね、余市宮城郷も楽しみなんですが、それよりもね、本当にもう今回このご紹介したブラックニッカの限定シリーズ、このシリーズね、またリリースしてくれないかなと思ってるんですけどもね。このシリーズってやっぱり2000円で本格的なね、味わいのウイスキーが買えるということで、ウイスキーをね、あまり知らない人でも、まあ、2000円という価格なので手軽に手が出せるね、本格的なニッカさんのウイスキーだったので、ね、ウイスキー文化を根付かせるためにもぜひね、このブラックニッカ限定シリーズ頑張ってね、リリースしてほしいですけどもね。ニッカウイスキーさん、朝日飲料さん、どうかね、このブラックニッカ限定シリーズもう一回ね、リリースしてください。これね、多分ウイスキーファンの方だったらみんな思ってることなんじゃないですかね。どうかよろしくお願いします。ということですね、今日のひろしの隠れ家は毎日ハイボールブラックニッカ限定シリーズからアロマティック、こちらのハイボールをご紹介させていただきました。ではまた。